アイスランドの地域区分では、アイスランドの地域区分について解説する。アイスランドの基礎自治体アイスランドには2010年10月現在76の基礎自治体がある。教育や交通、都市計画のような最も局地的な行政を担当する。アイスランドの県アイスランドにある23の県の多くは歴史的な区分である。アイスランドの地方アイスランドは8つの地方に、 区分される。この区分は主に統計目的に用いられる。また、地方裁判所の管轄区域には、旧版の地方区分が用いられている。アイスランドの選挙区かつてアイスランドの国会議員選挙の選挙区は、上記地方区分と同一であったが、2003年の憲法改正により、現行の6選挙区に変更された。レイキャビーク首都圏とその他の地方との間で、 投票数に大きな偏りがあり、それを是正するための変更であった。この新しい区割りへの変更によって、地域間の不均衡はある程度減ったものの、未だ残っている。アイスランドの四文句、1761年の地図より、歴史的にアイスランドは方角に由来する名前を持つ4つの四文句に分けられていた。この区分は、 地方議会と地方裁判所を組織するために965年に形成された。それぞれの4分区には3つの地方議会が設置され、春と秋に行われた。ありがとうございます。